曲、次の曲に行きたいと思うんですけど、次の曲はちょっと冬の曲になってて、ちょっと大人っぽいジャズの感じの曲になっているので聴いてもらえると嬉しいです。 Stay with me 聴いてください。君の笑顔の理由という曲なんですけど、私はすごい活動してる中で本当にたくさんの方に出会わせていただいて、本当にたくさんの方に応援していただいて、今日もですねこういう素敵なステージに立たせていただいてるなと思ってるんですけど、そんな風にいつもそばにいてくれたり応援してくれたり、こうやってライブを見てくださる皆さんもそうですけど、手拍子してもらったり、そういう、ね、温かい気持ちをこう向けていただいてるので、皆さんの笑顔の理由になれたらいいなと本当に活動を通して思ってるんですけど、そういう皆さんへの気持ちを込めて作った歌になります。君の笑顔の理由という曲を聴いてください。
優しい人でいたい。あっという間ですね。本当に皆さん今日こうやって出会えたことをすごく嬉しく思います。と私は東京で活動しているので、こうコロナの影響でずっとライブができなくて、ライブを再開したのも本当に2ヶ月前ぐらいとかにやっとライブができた感じだったんですけど、本当に今回もライブわざわざ遠征してくださったりしてくださっているかと思いますし、なんか本当に毎回こうやって会いに来てもらえることを幸せだなと思いますし、すごい嬉しいなと思います。なんか本当にコロナで会えなくなった方とかもすごく多くて、なんかすごく悲しかったり辛いなって思うことも本当にたくさんあったんですけど、そのために本当に配信とかで会いに来てくれたり、こうやってライブやるってなったら会いに来てくれたり、本当にすごくなんか幸せだし嬉しいことだなと思っています。私は結構医療関係者なので、結構ライブとかそういう活動とかも制限されることもあったりして、逆に皆さんに心配をかけることもたくさんあって、本当に皆さん優しくいつも守ってくれて心配してくれて、逆にこうやってライブできなくてもまたやったら会いに行くよとか言ってもらえたことがすごく嬉しくて、今回も名古屋に
コロナが増えたらどうしよう、会いに行きたいけどコロナが増えたら会いに行けないって、いろいろこともさあったんですけど、こうやって無事ライブに立たせていただけることをすごく嬉しく思います。こうやってこうステージに立たせる機会を作ってくれたすずなちゃんにもすごく感謝ですし、なんか本当になんか私勝手にすずなちゃん妹みたいに思ってるのですごく可愛いし、なんかすごい慕ってくれてて本当にすごくいい子だなって、素敵な子だなと思うし、なんか同じようにシンガーとしてやってる姿とかを、まあ、SNS とかで見せてもらったりしてたんですけど、なんかこうそういう存在がいたのですごく私も頑張らなきゃなって思ってすごく背中を押してもらえていて、なんか本当に素敵な子だなってすごく思っていて、今回も本当にこのライブやるにあたってもスタッフさんもちろんのこと、こうお客さん皆さんの助けがなければ本当にできないことなので、こうやって本当に来てくださったことをありがたく思います。本当にありがとうございます。私の、ね、ライブの後は多分皆さんが一番楽しみにしてると思うんですけど、すなちゃんのライブがあるので、皆さん最後まで、私もすなちゃんの歌聴くのすごく楽しみにしてたので、今日は最後まで皆さんと一緒に盛り上がっていけたらなと思います。最後の曲はですね、半分こという曲なんですけど、結構これは私のライブとか何回か来てくださってる方はすごく好きって言ってくれる曲なので、ちょっと皆さんと一緒にこう盛り上がっていけたらなと思います。サビのところですね、手拍子があって、タン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 、結構練習しなくても皆さん上手なんですけど、やってもらえるとすごく嬉しいです。と私広島弁で結構普段配信とかで喋ってしてるんですけど、ちょっと2番は広島弁バージョンで歌いたいなと思ってるので、ちょっと聴いてもらえると嬉しいです。では最後に半分こ聴いてください。本当に皆さん今日はありがとうございます。英語で半分こ聴いてください。